始まりました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日は予定通りにこの動画がアップできているとしたら6月8日の土曜日でございます。今日私が住んでいるところは非常にいい天気なんですけれども、カーテンを閉め切っております。楽天スーパーセールでこれを買えシリーズ第2回でございます。前回の楽天スーパーセールから始めたんですけれども、普段ねどうしても使いやすい月経カップとかおすすめしやすい月経カップが話題になりがちで、なかなか紹介する機会がない月経カップも多いんですよね。で、その紹介する機会が少ない月経カップを楽天スーパーセールをきっかけに、動画内で取り扱おうかなっていうのがこの企画の発端でございまして、今回ですねセールになっている月経カップあんまり多くないんですよ。ディーバ、ルネット、フェアリーソフト、この3種類、まあ、少なくとも私が検索した中ではこの3種類なんですけれども、今日はルネットとフェアリーソフトについて話していこうかなと思っております。で、フェアリーソフトはですね、私が今まで見た中で一番安くなってます。1320円です。1320円はねなったことない。こっちはあるんだ。このノーマルの方は1000円切ったことがある、楽天スーパーセールで。こっちはなかなかならないなって思ってたの。1980円が常日頃の価格、楽天での常日頃の価格で、そっから下がらないなってずっと思ってたら、今回ですね1320円で出てきました。で、このフェアリーソフトは使いやすいカップではない、はっきり言う。ただ好きな人は絶対にいる。なんでかっていうと、くにゃっくにゃなのね。めちゃくちゃ柔らかいんですよ。このくにゃっくにゃな月経カップの一番いいところっていうのは、挿入と取り出しの時の膣口への刺激がほぼゼロっていうところです。で、ただただ柔らかいだけじゃなくて、このソフトに関しては、フェアリーソフトに関しては、伸びるんですね。この伸び具合はね、結構すごくって、ここにあるのルネットなんですけど、これ、同じ感じで引っ張ってるんですよ。ほら、全然違うでしょ。で、この柔らかくてなおかつ伸びがいい月経カップっていうのは密着力がいいですよ。例えばね、運動した時にこう激しく体を動かした時も柔軟性が高いので膣の動きについてきやすいんですよね。フィット感があるんですよ。ただそのフィット感とか密閉感っていうのは、まあ、体感しにくい部分ではあるんですけれども、私はこれでスポーツしたことも何回もあるんですけども、なんだろうね、硬い月経カップだとたまになんか違和感があることがあるのね、運動とかしてると。だけどこれに関してはやっぱもうくにゃくにゃだから、くにゃくにゃで伸びがいいから、ああ多分違和感がなかったってことは、その自分の激しい体の動きについてきてるんだろうなっていう印象があるんですよ。で、ただその柔らかくて伸びがいいっていうのはですね、扱いにくいんですよ。挿入はまだいい、挿入はまだいいんだけど、なんだったらやりやすい、柔らかいしね、伸びがいいから。ただ装着、パコンって開くカップでは絶対にないので、どんな入れ方で入れたとしても膣の中で形成をしなきゃいけない。私はこれはローリングフォールドっていう折り方でね入れてるんですけど、こうやって入れたらもうこのまま膣の中で固まっちゃうので、指を入れてよいしょよいしょよいしょって、自分にとっての正しい形に成形をしなきゃいけないんです。だから初心者さんにおすすめしにくいんですけれども、そこさえ押さえてしまえば挿入と取り出しで苦戦するっていうことはおそらくない。まあこのハイサベさんとかローサベさんとかちょっと別ね、あの長さの問題だから。ただ、サイズが問題なくて、その装着、の壁だけ、超えてしまえば、まあ挿入と取り出しで苦戦するっていうことはほぼほぼないと思うんですね。ただ好みは分かれる。これだけ柔らかいし、で実際これを愛用してるっていう人私は聞いたことがないね。これね、フェアリーノーマル、はこれはドラッグストアでもよく見るんですけど、こっちはねオンラインでしか扱ってなくて、で大々的に広告を打ってるとかでもないから、運が良かった人しか見つけることができないのよ。多分そういう意味でこれ一番レアかもしれない。持ってる人がいたら、このソフト持ってる人がいたら一番レアかもしれない。まあこのチャンネルをよく見てくださっている常連組はね、もしかしたら持ってるかもしれないけど、
このチャンネルにゆかりがない人でこれ持ってる人がいたらだいぶレアだと思う。それぐらいあんまりお目にかからないんですよ、月経カップ市場でもね。だからあんまりこうレビューも聞かないんですけど、あんまりレビューを聞かないからその傾向とかもちょっと語りにくいんですけれども、個人的な感覚でいくと好きな人は好き、なんなら大好きっていうクセ強カップの一つですね。サティスファイア、まあこれもちょっとマイナーな月経カップなんですけど、サティスファイアっていう月経カップがあるんですけど、あれもくにゃくにゃで伸びがいい月経カップなんですよ。で、あれはちょっとなんでしょう、医療機器として、ステータスが微妙なので、これ以上におすすめできないんですけど、違う理由でおすすめできないんですけど、あれが好きな人はこれも嫌いじゃないかもしれない。ただ形がねちょっと独特だから、またそこで好みが分かれてしまうかもしれないんですけれども、サティスファイアが好きな人は、まあ、ちょっと検討してみてもいいかも。まあ、サティスファイアでもう十分だっていうのであればね、サティスファイア愛用してもらえればいいんですけれども、まあそういうカップなんですよ。なかなかね、通常の、このヨーコさんの活動をしていて、このカップをね、皆さんにおすすめすることってなかなかないし、話題にあげることすらないのでね、今回すごく安くなってたので、取り上げてみました。フェアリーカップソフトでございます。さあ、そして次、ルネットなんですけれども、ルネットは、このチャンネルではね、今のフェアリーソフトとは真逆でよくよく出てくるブランドなんですよ。で、今回ね、セール一応してるんですけれども、そんなに割引率は高くないんですね。で、公式じゃないんです。その公式が卸してる先が、おそらくセールをしていまして、10% だったかな？いくらだったかな？ちょっと忘れちゃいましたけど、まあちょっと安くなってるんですね。そんなに大幅な値引き率じゃないのになんで話題に出すかっていうとですね、ルネットはご存知の人はご存知かと思いますが、本国がですね、倒産をしてしまいました。その後の動きがまだなくて、今後どうなるかわからないんですよ。なんですか経営とか経済とか、もう本当にパッパラパーな人間なので何にも言えないんですけれども、希望ね、もう希望なんだけど、ルネットって結構な老舗なんですよ。昔から月経カップ業界を引っ張ってきたブランドのうちの一つで、世界中にファンがいるんですね。だから一旦倒産はしたけど、何らかの形で復活するんじゃないかなとは思ってる。ただそれは私の一ファンとしての思いでしかないから、どうなるかはわからない。本当にこのまま倒産しちゃうかもわからないってなるとですよ、日本には公式代理店がフェルマータっていうねメーカーさんが、公式で日本に卸してくれてるんですけど、なくなっちゃう可能性もゼロではないわけですよ。もう大元がそうなっちゃってるので、っていうことはどうなるか。本当にこのままルネットというメーカーがなくなったら日本でも買えなくなりますよね。どうします皆さん大幅な値引き率じゃないけれども、わかんないけどなくなっちゃうかもわかんない。なので何が言いたいかっていうと、そんなに大幅な値引き率じゃないし、なんだったら楽天以外でも卸してるとかありますから、ZOZO とかね、 ZOZO とかでもルネット売ってるし、違う、それこそあの ZOZO のセール期間とかでも月経カップは確か安くなるので、そういう時に狙った方が値引き率は高いかもしれないし、ちょっと値引きセール率にフォーカスをするとちょっと分かんない、どこが一番得かは分かんないけども、ただルネット気になるなって思ってた人は、もしかしたらもう値引き率うんぬんとか言ってる余裕はないかも分からんただこれで潰れなかったとしても、私のこと責めないでくださいね分かんないからね、本当にどうなるか分かんないから、私の中の人では全然ないですし、ないですし、その日本の公式代理店の事情とかも分かんない、どれだけの情報がそこに入ってきてるのかも全然分からない、まあ、あくまでも、ルネットを愛用している一ファンとしての意見をダラダラ述べてるだけですからね、責任は取れないけど、でもルネットは今そういう状況にあるっていうことをシェアをしたかったんですよ。で、このルネットに関してはご存じない人のために言っておくと、初心者さんにおすすめしやすいトップ3の堂々第1位に君臨している月経カップでございまして、新しいカップね、日本製でもいろいろ出てきますけれども、未だに死守しております。そんな
私が愛用しており、しかもおすすめしている月経カップがもしかしたらなくなってしまうかもしれないなんていう、非常に残念な局面に来ているんですけれども、何度も言いますがどうなるかは分かりませんが、これを機会にね、皆さんにシェアしておこうかなと思った次第です。今回の楽天スーパーセールは6月の何日までですか？ 11 日の深夜2時なので、もう実質6月10日の月曜日までとなっておりますので、今日ね、この動画で紹介したのはフェアリーソフトとルネットだけでしたけれども、ディーバカップは 30% オフになっておりますし、あと吸水ショーツ、各メーカーがサイズ限定ですね。で、半額になっていたりしますので、気になる人は該当のリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。最後にすごい大事なことで締めたいと思うんですけれども、今回のルネットの件でも分かるように、月経カップというのはですね、いつまでも市場にあるとは限りません。これは月経カップに限らず、特定のブランドに限らず、全ての商品に言えることですよね。ずっと市場にあるわけではないんですよ。商品を販売しているということはボランティア活動ではない。ちゃんと利益を上げなきゃいけないので、もちろん売れなかったら撤退なんていうことも全然あるわけです。月経カップは生理用品の中でも参入がしやすいんだと思うんですけれども、参入がしやすいということは競合が生まれやすいということでもありますから、売れない月経カップは撤退する可能性全然ありますよね。今のところ日本にやってきて買えなくなったとか、日本製の月経カップで販売中止になったっていうところはありませんけれども、なんせね、日本で月経カップが流行りだしたの2020年で、まだ3、4年しか経っておりませんから、もしそういうね、月経カップ業界から撤退しますっていうメーカーが出てくるのはこれからだと思います。なので、気になる月経カップのブランドがずっと市場にあるわけではありませんのでね、そのあたりは月経カップファンの皆さんをね、ぜひ念頭に置いてもらえればなと思います。ということで、今日の動画は以上になります。また次回の楽天スーパーセルでお会いしましょう。バイジャーン。バイジャーンって何？